松本問題のいろいろな問題が進行しておりますけれども、えー、文春の第3弾が報じられて、えー、告発者が続々と6人目7人目と、えー、情報が出てきております、えー、そしてですねこの後輩芸人の上能システムにおいても、えー、後輩芸人のいろんな暴露が次々と出てきている状態です。えー、東京福岡大阪と えー、東京だけではなくていろんな被害があったということが暴露されてきていまして、えー、東京の場合の最後の終わったあとにお金を渡すっていう内容がお礼、まあ、ではなくてあのタクシー代として東京では1万円福岡では5,000円大阪では3,000円という感じでなんかこれもタクシー代しか渡さないっていうのは。 売春と捉えられないためっていうのもありますあるみたいなんですけれどもなんかわざわざそうやって飲み会に来てくれてその長い時間、まあ、結局その時間拘束するわけじゃないですか。で普通だったらプロの人だったらこの高いお金を結構払わないといけないと思うんですがまあ本当にこういう素人の人を集めて。 あるいはその芸能界の卵のような人を集めて何も言われないでも VIP の人が来るからって言われてで行ってみたら松本さんだったっていう感じになって何時間も物見会をしてその後に一対一でそのベッドルームで変なことをされたりとか作家の放送作家の人に何かわいせつなことをさ迫られたりとかそういうことをされてですね まあいろんな人にあの回されたりとかっていうこともあったみたいなのでそれで何も手当もなくお礼もなく考えられないなってすごい思いますよね。それで喜んでいるだろうっていうかそれも同意だっただろうとかああ本当にあ,のあまりにもなんか物扱いだし非常に冷酷な返し方で本当はもっと。 怒っってていいいはずだろうなって思いま,すまあお金をもらったからいいってわけでもないしお金をもらったらもらったでそれはまた自分が何か身売りをしてしまったような感じでそれも嫌かもしれないんですけれどもなんか本当にちょっと考えられないなってすごい思いますなんか情もないしうん。<laughs> なんでこういう扱いいい扱がでできるのかなって思いますよねでそのホテル使われたホテルっていうのが東京はグランドハイアットの東京ですね大阪は、えー、ザ・リッツ・カールトンの大阪、えー、福岡はグランドハイアット福岡という感じですべて5つ星でスイートロームだいたい30万円ぐらいしていたということなんですがあのそういうホテル代にはお金をかけるけれどもその他の 女性に対するそういうなんかこう扱いがひどいなっていうなんかケチくさいっていうかねで本当にあの物価からしても、まあ、タクシーってそれで帰れるでしょうって言ってもでももうちょっとなんていうかね上乗せしてあげてもいいだろうしあのなんか大阪が3000円っていうのは本当にみみちいいなって思いましたね。もっと 東京が1万円だったら1万5千円は大阪払ってほしかったなとか思いますけどなんか大阪のイメージ全体も悪くするようなやめて欲しかったで,す、ね、でえー、っと女性の,そのセレクト指示書っていうのが出てきたんですがこれも私もなんかこれ見てすごく憤りがすごくあってやっぱりこういうことをするんだったら本当にプロの人にしてほしいっていうかあのプロの人だったらまああの。 まだ許されたたかなって思ってて思んですが本当にプロの人に強要するようなことをあの普通のもう芸能界とは関係のない普通の一般の人にまでしていたっていうのがもう私はびっくりだし気持ちが悪かったですよね。でそれがあのオバクドナルドユニクロスタバえっと CA さんそれもアナとか JAL とかって指定されていてあとあの高校とか中学校の教師とかもそんな人が 相手にするわけないじゃないですかって感じなんですけど本当にどこまで突き上がってるんだろうなって思ってますけれどもあとあの弁護士さんとか広報女性さんで一つまで子供がない人とかもうちょっと呆れますよねあなたの奥さんそんなことされたらどうするんですかって感じなんですけどいいんですかって感じなんですけどじゃああなたの奥さんも誰かのところに送りなさいよって感じですよね。じゃあ,あの えー茶髪あのそれでダメな人 NG の人は茶髪モデル伸び屋美容師アパレル CA のその LCC って言ってねそのちょっと価格があのロ,ーローコストキャリアって言ってあの安い小さいタイプの飛行機ですよねだから価格がその落ちるって思っていて。 で CA、の中でもそういういはダメだっていう感じで NG だから本当に人をすごく差別したりとか見下したりとかあと女性を本当にそうやって選びまくったりしている人なんだなっていうことが分かりました。でそういうのをこのなんかメモ書きにしてあの渡してこういう人を探しなさいって感じでやっぱりこういうのってあの昔からなんか大阪では噂 ありましたたよね。芸人さんたちの女遊び、あのダウンタウンさんがあの出てきた時に劇場を吉本さんが作ったんですですけれどもあの南波のひっかけ橋のすぐ横にあった2丁目劇場っていうのがあったんですよね。で私もその時にまだ学生だったんですけどあちょうど私が。 あのコンタクトを作る店がその隣にあったんですよ。で4時ですよっていう番組がやっててその4時のあたりにはもう人が若い子がすごい並んでいて出待ちをしていたんですよね。でそこで出待ちをしてたら多分会えたんでしょうね。で出てきて例えば、まあ、松本さんが「ちゃんあんたおいで」って言ったらみんな一緒についていけたんじゃないですかね。まあそういうことが普通だったんですよねきっとね。だからなんていうかな。 あのそういう時からもう始まってたんだろうなって最初から,から売れない時期っていうのはなかったんですよねきっとあのダウンタウンさんって、うん、養成所の1期生でもう1期生がもうその養成所から押してですね売り出したっていう感じですよねきっとですごく売れたしあの4時ですよもうすごい大盛況で大阪ではで。その時にだから 今田さんとか、東野さんとか一緒にいたんですかね。多分その辺の人たち一緒に行ったのかな。えー、ハイヒールさんはいたみたいですよね。今田さんとか後輩なんですかね。まあ、とにかく何かの芸人さんたち一緒にいましたよね。一緒につるんでそういうことを多分してたんじゃないかなと思いますけれども。うんで あのやっぱり私が思うのは問題点っていうのはそれまでの芸人さんっていうのはいくら芸人であっても、まあ、女遊びとかしてたとは思いますけどやっぱりあの師匠にちゃんとついて下積みの期間がちゃんとあってその下積みの時にいろいろといろんなしつけっていうのを師匠にあの倫理的なものとかあの芸のこととかいろんなこの厳しさみたいなものも 教えられていたよような感じがすするんですよ私大阪出身なんですけどだから本当にそれまでの、まあ、さんまさんもやってお笑い怪獣とあ言われててもすごく厳しい面がうかがえるしなんか芸ですごい笑い事をしていても狭間寛平さんとかも結構厳しい感じそういうなんか浮ついたのはあまりまあ、聞かないかなと思うんですけどまあわかんないですけどあとあの。 巨人あの阪神・巨人さんとか特に巨人師匠とかすごい厳しい感じがしますしもっと言うとやっぱりあの西川あの清師師匠とかそのもっと前伊藤光石師匠とか本当にちゃんと芸を極めてあ 本当ににゲイだけにやってた人っててたた人結構いたと思うんですよまあその愛人作ったりとかっていう人はいたかもしんないけどそういうなんかそういうインランパーティーイン行パーティーみたいなのしてるっていうのはあんまなかったんじゃないかなって思いますけどもねなんかいろんな噂があったのはやっぱしんすけさんとかだと思いますけれども番組の MC として力があっていろんな人をなんか そういう風に関係になったら用いてあげてあげていたみたいな噂は今でも聞きますよね。かそういうのがまあ受け継がれちゃったのか、テレビの中でそういう風うになってしまったのかわかんないんですけれども、あの芸人さんだからといって、みんながみんなそうじゃなかったとは思うんですよ。だから、その本当に師匠についていない人が。 バーッと売れてて、しまってそれが何かそういう女遊び変な女遊びが後輩に受け継がれていったっていう感じなのかなってでちょうどまた会長さんとかもいろいろ変わってねあの松本さんとかの,そのマネージャーさんが会長になってっていう感じになってますから全部見逃してきたんだろうし。 まあ知らないはずないと思いますよね。みんなだいたい知ってたんだろうなと思います。けれども。今日見た。そのあの1月20日の今田耕二のネタバレっていうやつ見てびっくりしましたね。あ,あ、本当にまあ、今田さんはなんか暴露されていて。あの？その女性をあてがわれた方じゃないかっていう感じで、あてがってがった。その。 っったてて言ってたそのプラススマイナのの高橋さんでしたっけその人がなんか言ってましたけどあの名前は出してないんですけどみんなのコメントを見ると今田さんのことじゃないかって言われててその人が司会になってたのでどういうことを言うんだろうって思ったら全く知りませんでしたみたいな感じですごい白々しいことを言っていて、まあ、本当にそういうことがあるとは信じられませんとかええー、って感じでっ 大飲み会とか行ってるメンバーのはずだしそういうのやあのなんかあてがわれたかもしれないっていう今疑いが出ている中であよくもうここまでしらじらしいこと言えたなって感じでもう全部モヤモヤが止まらない番組であ弁護士もすごいおかしいことを言ってて私はなんかまあ最後の期待だったのが成美さんだったんですけどまあこのえー、っと 文章は全部、3全部抜かして書いていますが、あの全部省略しています。継承は省略していますけれども、成美さんぐらいは真剣な顔でなんか望んでたのであ、ちゃんと女性としての立場でいろいろ言ってくれるかなと思ったら、もう、そんなことを女性の芸人は知りませんでしたって感じで、えって感じで、いや、知ってたでしょって感じなんですけどね。いや、なんかもう、忖度祭り。 ででしししたたねっって感じでびっくりしましたであと私がずっと思っていたのはこの LINE のお礼画像が出た時にあ X で松本五さんがとうとう出たねっていう発言をしたんですけれどもあの文章が「怪しさしかない」って。 これはですねあの占い師のケンケンさんも言ってるんですけどまさにその通りでこの文章を見た時に女性だったら絶対違和感を感じるはずなんですよ。しかも若い人はこんな文章を書かないと思いますね。 これはね、小沢さんがミスったんじゃないかなって思うんですけど、小沢さん、今日は幻みたいに希少な回をありがとうございましたで。希少な回とか書かないと思うんですよ。今日は本当にありがとうございました。あえて嬉しかったですぐらいは書くと思いますけど、幻みたいにとか絶対書かないと思うんですよ。幻みたいでなんか文章おかしいし。 なんか、あまり、あの、そうやって憧れてる人に会っても、幻とか使わないですよね。これは多分。だから、ドラマのセリフとかでも、あの男性作家が書いた女性のセリフがおかしいのが結構あるじゃないですか。何々だわよとか。 何々だわわとかかそういういいいのあんま言わななじゃないですか俳優さんもなんか違和感も持ちながらセリフを言ってるんですって女性だったらこういう言葉使わないよねっていうのが結構多いらしいんですけどあの高齢もそうですよねあとなんか本当に素敵でとかそんなことなんかねおかしいんですよ文章が。とてもいい う嬉しかったですとかとても良かったですとか感謝しますとか言うかもしんないけどなんかご縁にいただけたご縁にとかなんかそういうのおかしいなって思っててなんか作られた文章だなって思っててこれは多分ねアリバイ作りで送ったのかなとも思うしあと携帯をあの取り上げられてって そしてなんか今どんな感じですか大丈夫とかそれもなんか携帯取り上げてるのにそれ送るわけないじゃないですか。でその後にあのに目上の人からそれが来た場合あの無視しないだろうしあのそれに対して返信をするはずなのに返信がなくてこんな,なんか幻みたいなどうとかこうとかっていう文章があるっていうのはやっぱおかしいと思うんですよね。 ね、なんかその研究さんが言うにはこの女性の文章をずっと何十年も出たとかをこのどういう言葉が使われるかとかいろいろこの調べていた人なんですってでその「幻」とかって検索キーに引っかからないらしいですよね女性の文章でだからこれおかしい文章だなって思いますね。 でも早くね出てきてちゃんと嘘だったら嘘で言ってほしいですしあとなんかあのやっぱりねこの今までその時間がかかっていたのは何も釈明も何もあの会社側から言わないのも普通の企業だったらコンプライアンスが来た場合え社員が何かこの重大な過ちを 犯した場合は、えー、その社長とか会長とかが出てきて謝りますよね記者会見を開いて申し訳ございませんでしたこここれだけけの重大ななとが起こっているわけじゃないですか、えー、年末から年始にかけていろんな番組があの放送されなくなったり代、えー、役を立てないといけなくなったり編成が変わったり。 しないといけないいいとけけわでたくさんの,そのスポンサーにもあのスタッフにも迷惑がかかっていてこれからどんどん後輩芸人にも波紋が及んでいくにもかかわらず何もその謝罪がないというのは普通の一般企業とかでは考えられないですよね。例えば大塚家具ととかかいいいろいろな日産とかそういう人 いろんな企業がまずはそうやって何かあった場合に代表者があの謝って謝罪しますよね。そうしないとその株主とかそういう人は許さないじゃないですか。なんかそのいくらこの芸能事務所といってもどういう仕組みになってるのかわかんないんですけれどもああちょっと企業としてまあ かなななり大きくなった企業なのでこういうところはしっかりするべきなのにで,なあのでも多分事実関係を調査したり聞き取りをしたりしているために何も今言,、まあ、言えない状態なのかなと思っていたら「今からやります」ってもう,もういろんな人が専門家が言ってますけれども「え今からですか?」ってえらく遅いですよねって「もうあなた火がついてますよ」って言われていて。 で、はあ本当にびっくりしましたね。対応も遅いし、なんか誠実さが感じられないなって思います。で、あと,とその中でもすごくすっきりして本当にあの、まあ、胸がすっとしたのは、やっぱり西川則夫師匠がラジオでですね、ABC ラジオであの18日に話された内容ですね。増田岡田 ス田の「ラジオハンター」っていう番組であの活動休止を発表したその松本さんのことについていろいろすごいズバズバと言及したんですけどもはっきりうすごく言っていて「あの文春の報道に最初の初動ミスで事実,事実無根と否定したことがあのミ,スミスりましたね」っていう感じで言われたんですよ。 あの吉本興業に対してもそうだし松本さんに対してもそうだしで「文春」は今までその空振りがなかったんだってこういういこの事件もあの事件もっても J 問題だけじゃなくていろんな事件をあの挙げたのも「文春」でしたっていろんなことをそのちゃんと言ってて「あすごいなこの人」って感じですね,ね。でやはりその ここまで発表したっていうのは裏取りをちゃんととって自信持ってやってるからだっていうのは分かっていたのであこれは本当だなと思っていたのに、えー、事実無根だってもうすぐに出してしまったのでもうそれはあのまだわからないのであの調べて対応しますっていう感じですればよかったのにっていう感じで言ってましたよね。 でこれでなんか、まああのー、まあ事務所がね、あのー、私に対して観光令を敷いてるんじゃないかとかそのいろんな人がちゃんと番組ですごく当たり障りのないことを言っているんですけれどもそれに対して事務所が観光令を敷いてるんじゃないかって言われてるんです。 ですけれどもそうじゃないですよって言われて私は一切そういうの聞いてないから今あのこういうふうにはっきり言ってるんですって感じでであんまりその会社の中でも松本さんたちのグループとはそんなに 交流がなないいいうかし親しししくもしてないし第三者の立場で思った通りのことを、まあ、言ってるんだっていう感じで言われていや本当に筋道通ってる方だなってなんか芸の漫才とかではすごくこう乱暴ですごい怖い感じの人だったんですけれどもあ本当にしっかりした人なんだなということが初めて分かってですねで、まあ、島田伸介さんのね引退のこととかも。 言いながらやっぱり信助さんはやっぱりスパッとすごかったなってあまりにも早す早くにスパッと引退されたのはびっくりしたんですけどあれ以上あれ言ってたらやっぱりいろんな問題がどんどん掘り起こされていろんな人に迷惑もかかったんだろうなと思うしでそれですぐにねあの引退しますって言われたんだと思いますけれどもあのすごい潔かったしだから、まあ、対照的 でもっとねなんかちゃんと対応してくれるはずだったっていうかそういう人だろうってみんな思ってたと思うんですよ松本さんってやっぱりあの MC としてもいろんな意見をすごく立派に言われてたしうーんなんか今田さんにしてもまあもうねあの田村敦史さんにしても最近ねその 昔のイメージでは本当に乱暴なコントすごいかったんですけど東野さんもクリーンなイメージで今いろんな司会されてるんですけれどもまあこの大ぶれに揺れていくのかなっていう感じですね。でそのうーん事実無根じゃとい,いう感じでの梁師匠は言われていてあの裁判の期間に2年3年ってたったらもう世の中も 変わわっっててて忘れられれらるんでですよいいう感じで言われていましたねでその私が思うのはその勇気を持って告白をしている女性をあまりにもなんか無視してるというか本当に粗雑に扱っているなって思っていてなので私もこれをアップしてるんですけれども。 吉本さんがどうじゃなくてうんと芸能界にしろ他の場面においてもこういうことがある場合にあ勇気を持って告白した女性は応援したいなと思うし同じ女性として守ってあげたいし何とかしてあげたいなっていうのがあります。でそのなぜ まあこんなにもう時間経って何言ってるんだとか警察に何で言わないんだとかって言いますけどやっぱでもこうやって文春のようなところであってもあの聞いてくれてそれをこの暴露してくれるっていうのは代弁してちゃんと発表してくれる場所があったっていうことはこの人たちには救いになったと思いますし。J、問題がそうやって ああいう,ふうに大きくこの震撼させて問題が問題視されて、うん、いろんな慰謝料ももらえて、あのー、ある意味いろんな傷が癒えたわけじゃないですかお金の問題だけじゃなくて誤ってもらえて、えー、会社自体のシステムも変わってっていうそれを見て勇気が出たわけですよね。もう絶対そのの大物の その司会者とか、あとまあほあのその場所に行くときにななんか失礼があったら街を歩けなくなるかもしれないよって脅されていってるわけなんででで入ったらもう携帯を取り上げられてるのであの逃げ出すこともできないじゃないですか最近はカバンとか財布よりも携帯の方が大事じゃないですかそれ取られちゃったら。 その中に重要ななデータととかいいいっっぱい入ってると思うし逃げれないんですよねだからそれ本当にひどかったなって思うし、うん、でまずそういう何か恥ずかしめを受けるとあの女性っていうのは誰にも言えない傾向があるんですけれどもそれを男性は利用してそういう悪さをするっていうのがあると思うんですよ巧妙なんですよ。 で、なぜそれを言えないかっていうのはいろんな理由があるんです。男性はそこが分かってないなと思うんですが、えー、まずね、自分自身の恥ずかしさ、そういうことをされた時の恥ずかしさによって混乱したり、まずショックを受けたりしますよね。で、そして、もしそれを何か発表したり、 警察に言っったたりしようと思ったら両親にも知らせないといけないいいとけ両親にまず言えないわけですよ。それを知った時の両親の辛さとか今まで育ててくれた両親がどれだけ悲しむかっていうのを考えた時に言えないんですよ。うん、両親が本当にそれでね。 うつ病になったりね、自殺してしまったりする場合もありますし、あの自分自身もそれに戦うだけのエネルギーっていうのはあないでしょうね。専門家とかが本当にいたりとか、両親が本当に支えてくれたりた、一緒に戦ってくれたりしなければ、これは無理な場合が多いんですよ。だから本当に今回のもうことも本当にね、ご両親たちもみんな。 一生懸命ね一緒にされてほしいなって思いますしねみんなも本当にもっと温かくこれが本当に真実であるならば温かく見守ってあげてほしいし一緒に戦ってほしいな女性は戦ってほしいなと思いますねあと自分のその職場での立場っていうのがこれからどうなるかって考えちゃうと思いますよねでそういうういこととがやっぱりバレてしまうと 今の職場で働けなくなったり、あるいは転職も難しくなったりで思ってしまうわけですよ。転職とかできるのかなってすごいもうそれが大々的に公表された中で生きていくっていうのは辛いことなんですよね。であと将来の結婚のこととか、例えば今今彼氏がいたら彼氏にもそういうのがバレてるのは。 かバレててししまううのは辛いって思うし、えー、例えば誰他の人と誰かまたこれ今後つか付き合うということになった場合こういうことがあったっていうことがうんとマイナスになってしまうって考えてしまってそういうことを告発できないことが多いと思うんですよ。で78年後でも告発できたっていうのは勇気を出してできたっていうのはこれは結構。 早いことじゃないかなと思いますよね。こういうことが普通はね、20年前に起こったことも言えないままずーっと腹がね、煮えくり、にえくり返っていて、えー、それを忘れようとしても忘れられないっていう傷が、になっている場合が多いわけですよ。男性は簡単にそんな昔のことって言いますけど、よく考えてくださいね。20年の 2020年の2月にコロナが起こってそれからずっと3年ぐらいずっと自粛期間があってほぼ家から出れないとかあのオンラインでのなんか在宅勤務とかそういう状態の時だったでしょ。特に芸能人は芸能活動とかできなかったと思うんですよ。そういう中で時が止まってたような状態で3年ぐらいはすぐ3年も ななんていうかな普通の生活ができないまま3年経ってるんでそして5月こ、えー、去年の5月からいろいろと普通の生活ができ始めたじゃないですか。なので、あのー、またこれからこのまま掘ってたらまたあの時の7年前とか5年前とかの時、まあ、4年前ぐらいの時のことがまた繰り返されるかもしれないと思って言って。 たかもしれないしあのこれは今言えてよかったなって思うんですよまたずっとこの被害がこれから盛大に行われようとしてた時なんで、えー、それをキャッチしてた文春だったらあの見逃せなかったんじゃないかなって思いますよねでこの、えー、そういうこの告発する難しさっていうのがやっぱり男性にはわからないんだろうなっていろんな人のこの 動画とか SNS とか見てもそこがまだまだ分かってないなっていうのがあったので、えー、女性のの立場からの、えー、考えをアップしてみましたでそれでそ,のそういう忘れようとしても忘れられない傷っていうのは精神的だけではなくて、えー、身体的にもいろんな傷になるわけですよ。 乱暴に扱われたら子宮が痛みますし、えー、そしてそれだけで何かもうそういう変な人にそういうね行為をされるとですね子供が産めない体になってしまったりあといろんな精神的なダメージを受けたり例えばそこで子供ができてしまって下ろしたりした場合にもこあの、ね、子宮が 傷ついて子供もできなくなってしまったりっていうことがあるんですよね。が本当に大きな傷で女性にとってはそれはもう本当に精神的な殺人と同じようなもんだんですよ。あの簡単に考えないってほしいなと思いますね。であと場所をね提供したホテルの対応っていうのが私は。 誰も言っててなくて私はこここが疑問なんですよねこういうホテルが今までもいろんなタイプのインランパーティーって行われてきたんじゃないかなって思っていてえ例えば今回東京ではグランドハイアットそして大阪ではリッツ・カールトン福岡はもうグランドハイアットって言って5つ星のもう有名なホテルで えー、そのスイートルームで使われていますよね。です誰かがそこを予約してくれればホテルとしては大万々歳じゃないですか一,一泊で大きなお金が動くわけなんでどんなお客であろうとあの誰なのかとかチェックできないシステムになってますし名前だけできますし。であの ももうううううそそれははあの高額を払う客客ういいうい変ななるということこんですよ例えばよく昔から言われてたのがなんかアメリカのロック歌手とかがそういう場所でそういうインダーンパーティーとかをしていたとかもよく聞いてきましたしまあなんかそういうねことが多か,多かったっていうかよくあったんじゃないかなってまあ、真面目に使っている人もあったと思いますけど。 クリーンな人だけではなかったといろいろ思いますよね。ですから、これはあのホテルの方からしてもイメージダウン、大きなイメージダウンだし、もう今後はね、対策練っていかないといけないんじゃないかなと思うんですよ。こういうね、お金のためにね、こういうのを貸し出して、こういうインコーパーティーが行われているというのは、これはなんかもう、 ちょっととと警察かか介入しなないないないいいいけじゃないかなってチェックチェック機能っていうかねあの今後はこう芸能事務所とか芸能人に貸し出さないようにするとかあとそういう可能性のある場合ちなんかちょっと察知した場合は定期的にノックをするとかしないといけないじゃないですかねルームサービスを送るとかねサービスとか言ってね であの女性がね勇気を出してこの告白し続けてもまだまだ弱いなっていうのを感じています。えー、その J の時のように、えー、例えばあのしっかかりとと集団で訴えるのがいいかなと思いな思ます今まだ顔出しとかできないと思うんですけどでもどんどん私もそうでした私もそうでしたってなんかあの料理研究家の人とかもっとアイドル時代にこうでしたって言ってる人もいるし。 松本さんの問題ではなくて性転化をして今ユーチューバーで活躍されているあの綺麗な人もいるんですけどその人もなんか大物の芸能人になんかそういうことをされたことがあったんですってその人はまだカミングアウトは今はしないって言ってるんですけどだからそういうのがね本当にあの集団でね訴えていけ てなって思いますよねあと弁護士をねきっちり立てるのが大事かなと思う J の時は本当にそれがしっかりできてたしあの、J、BBC がすごく応援してくれてたのであのいろんな支援者がバッと集まったんだろうなと思うし。 だから、あのー、今文春と女性だけでやってますけど、そうじゃなくて、あの女性団体などの専門家の支援とか代弁が必要だなと思いますよね。うん、あと弁護士費用がなくて弁護士が雇えないんだったら、弁護士使用の支援とかも。あのいろんな人で。 クラファンとかで募っていってやったらいいんじゃないかなって本当に優秀な弁護士を雇って戦っていったらいいんじゃないかなって思いますね。はい。以上です。